在外ロシア正教会の本部ニューヨーク本部の聖堂内観。正面にイコノスタス。右手にパニヒラ大が映っている。在外ロシア正教会のラウルスフ主教とロシア正教会のアレクシー2世総主教。2008年2月28日撮影。在外ロシア正教会はロシア内戦中に主教を中心としたメンバーによって1921年に 置かれた、教会組織。白守軍党地下で最高教会管理局を運営した。在外、シノド系ロシア正教会、ロシア国外のロシア正教会とも訳されるが、最近の学術論文では、在外ロシア正教会が一般的である。当初、セルビアのカルロブチに本部を置いたため、当時は、ロシア国外で、カルロブチシノドという表記も使われた。 設立以来、ロシア正教会モスクワ総主教庁と関係を立ち、ソビエト連邦外で活動を続け、ソビエト連邦の崩壊後の2007年に、ロシア正教会と和解すると、モスクワ総主教庁の庇護のもとに戻り、準自治教会の地位を与えられている。本部は当初、セルビアのカルロブッチにおいたが、第二次世界大戦末の1944年9月に、 ソ連赤軍に占拠される数日前、ウィーンへ移動、その後ミュヘ編を経てアメリカへ渡ると、現在はニューヨークシマンハッタンのジョージ・カイ・ベイカージュニア館に所在する。教会の範囲は北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドに広がり、世界の集会は400、信者数は合計40万人である。その内訳は、 アメリカ全国の集会は232、10の修道院、信者数9万2千人のうち9千人は、常時、教会へ通う信徒である。なお、本部が移転した、アメリカ国内には、在外ロシア正教会以外にも、比較的大きな正教会組織として、在米国ギリシャ正教会、アメリカ正教会などがある。旧ソ連時代を通じて、無神論を標榜する。 共産主義政権の影響下にあった、モスクワ総主協調の権威の正当性と、当局の圧力か、検閲かで表明される意思の申請性に対する疑問から、在外ロシア協会は長らく、ロシア正協会と関係を立っていた。協会法では、いずれかの独立協会から承認を受けない、正協会は合法とみなさなかったため、在外ロシア正協会は、他の正協会組織からも、 非合法とみなされてきたのである。しかし旧ソ連崩壊後、交渉が始まり、2007年5月17日、在外ロシア正教会とロシア正教会の和解が成立。現在では、在外ロシア正教会は、モスクワ総主教庁の庇護のもと、準自治教会としての地位が与えられている。一方で、この和解を認めず独立した少数派もいくつか誕生し、 現在も存続している。2008年3月16日、シュ座主教として、モスクワ総主教長との和解を成立させたらうるす、不主教が永民した。1883年に描かれた、旧聖主ハリストス大聖堂の内観スターリンが、爆破を命じ、崩れゆく、旧聖主ハリストス大聖堂当初は無心論を、標榜する、共産主義革命に対して、激烈に非難する姿勢を示した。 モスクワ総主教ティホンだったが、白守る軍統地下において、モスクワの教会の管理に手が及ばなくなると、隣接する教区との合同を条件として、独自の教会管理局設置を追認した。しかし、新設の教会管理局は、間もなく、ロシア革命に反対し、訂正の再考を呼びかけるメッセージを発し始める。ティホン総主教はそれを非難し、各地の信徒が、 革命政府から受ける弾圧のあまりの過劣さから一定程度の融和姿勢を保とうとする。ティーホンは在外ロシア最高協会管理局の閉鎖とこれに代わる管理局の設置を要求し、従来の協会管理局では協会会議に一般信徒の参加を認めていたところを在外ロシア正協会は一般信徒の所属できない主教、忍によって運営される組織へと再編された。 一般信徒を退けた理由とは、聖職者の半数が上実のメッセージに反対であったのに対し、大半の一般信徒は支持したからである。民主的な教会では、重要な事柄に関する投票にすら、教会法に無知な一般信徒の投票権を認めていた。さて、この教会の存在について、同時大臣はしばしば主教職の亡命の是非を問うた。教会には確かに、 死教職は自ら認ぜられた、死教区を勝手に離れてはいけないという規則がある。しかし司教たちが最高管理局設置のために、一つところに集合した間に、それぞれの司教区が赤軍に占領された場合、また軍隊により捕獲、連行された場合、この規則を適用すべきかどうかは大変疑問である。もう一つ、同時大臣が問題視した課題とは、 亡命した主教たちが中心となって設置した最高協会管理局が在外のロシア正教会すべてを管理することの是非である。先のティホンが出した条件に従うなら在外にある限りロシア正教会はモスクワの管理を求めるかあるいはそれが不可能な場合は隣接する主教区と合同の最高協会管理局設置が規定されている。 その場合、モスクワの管理を求めるという名目で、独自の教会運営を図ると、本来は分派活動とみなされるはずだが、パリを中心とする教会グループは一時、この手法を取った。在外ロシア正教会の管理も、ソ連の元にあるロシア正教会の管理も拒否したのが、アメリカのロシア系正教会である。モスクワのロシア正教会との和解は、パリを中心としたグループでは、 第二次大戦終了直後に済ませており、北米メトロポリアは1970年に成立させ、この時、独立教会アメリカ正教会が成立した。ところが、在外ロシア正教会は、この、和解の非合法性を訴える。その中心には1927年に、モスクワのセルギー・ストラゴロドスキーフ主教が公にした、中世宣言があり、セルギーは忠実な正教とは同時に、 忠実なソビエト市民であり得ると訴えた。すなわち、ロシア国内の信徒は、教会に配慮してくださる、ソビエト政府に感謝し、在外のロシア正教会聖職者は、文書で、ソビエト政府に忠誠を誓うように求められた。ところがこの時、在外ロシア正教会の指導者たちは、同政府が、教会になした迫害を訴えて、セルギーの要求を拒否したため、 不主教及びその後継者たちから、罷免され文派とみなされた。第二次世界大戦で、対独戦に協力したセルギーは、ティーホン総主教没後、総主教を選出の際に初めて、ヨシフ・スターリンの承認を受ける。在外ロシア正教会指導部の事務局を置いた、セルビアに赤軍が接近し、指導部は国外へ脱出。ヨーロッパ各地に移転を重ね、最後に、 アメリカ合衆国に行き着く。戦後すぐに、セルギーは永民し、その後継のアレクシー総主教は、在外ロシア正教会の指導者に和解を呼びかけたが、拒否されている。アレクシー二世とラウルス不主教。ロシア正教会と、在外ロシア正教会が交わすカノンジョーコミュニ、音響提帳印式にて、ソビエト体制崩壊後、セルギー不主教の後継者が管理する。 モスクワ総主教協会と在外ロシア正教会の間で再び和解交渉が行われた。それまでモスクワ総主教協会は在外ロシア正教会について否定的に除述した冊子の再犯を促していた。ちなみに著名な作家であるアレクサンドル・ソルジェニーチンはかつて在外ロシア正教会とモスクワ総主教の両方に和解を呼びかけたことがある。 2007年5月17日、モスクワに出向いた在外ロシア正教会とモスクワ総主教教会の双方が文書に調印して和解が成立すると、在外ロシア正教会は主流派正教会における教会法上の合法性を回復し、その信徒にも他の正教会での両清志が公認された。一方、ブラジルの例では在外ロシア正教会のすべての教区が、 この和解を拒否し、他にも和解を受け入れなかった教区も多く、現在もアガファンネルフ主教派、ビタリーフ主教派などが活動を継続している。在外ロシア正教会、ありがとうございます。